高いですかこれ。ちょっとやっぱ高いですね。高いとね、さらに押せなくなりますよね。そうね。でも多分このぐらいの高さってタコさんが大きいから高くなってるんで、多分このベッド自体はそんなに高くないですよね。うん、でもこのベッド自体が多分俺に合わせてるから、うん、まあ割と高いのかな。花澤さんには私にしたら高い、うん、ちょっと高いかな。高い。じゃあっちのベッドが10センチ低いから、はい、あのでもいいですよ、もう何なら乗ってやります。はい、俺もやっぱりやってて弱いって言われるから、うん、低いベッドを持ってきて、うん、で弱いって言われたらもうあっちでやろうかなと思って、うん、なるほど。踏んでみてもいいですか。いいですよ。カーテンレールだけ気をつけてください。はい、カーテンレールを持ってます。あ、持っちゃダメ。持っちゃダメ。持つっていうかちょっと当ててます。ぶら下がったりはしないですよ。しますよ。はい。気持ちいいまで至らないんですか。まあそうですね。あの本当にこう、うん、赤ちゃんとかに乗られてるような。赤ちゃん。赤ちゃん感覚ですか。その辺は気持ちいいですね。はい。上半身はやっぱりあんまり感覚が鈍いですね。鈍いですね。強く押してくださいみたいなこと言う人いないんですよね。あ、まあ、そもそも強もめを押してないじゃないですか私。まあそうですね。で私のやってる動画を見て、うん、まあ、同じようにやってもらいたいなとか、うん、っていうので来てるから、うん、なんかその特別な注文を出してくるみたいなことあんまりなくて、割とお任せしますとか、うん、使えないですけど、はい、まあ、使えること言ってくださいよ。頑張るんだから。そうですね。普通にこうやって表面を押すじゃダメなんですよね。そうですね。なんかこうある程度もっと入れ込んでから当てていかないとですよね。そうですね。やっぱり感覚はもう全然、うん、押されてるのは分かるけど、うん、そのしっかりとその彫りに到達してるみたいな感じはやっぱりないですね。ないですよね。表面でなんか負けちゃう感じですもんね、うん、その分散しちゃうというか、分散しちゃう。なんかもっと入れ込んでから絞り込んでかけていかないといけないですよね、うん、まあ、探す作業が大変なんだよな。最初やっぱり表面がほぐれるまでは、そう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 、そのコリも隠れてるから、もう見えないんですよね。その表面からやっぱり一層一層剥いていくような感じで、そうですよね。まずそのちょっとあらかたちょっとどけるというか柔らけてからになりますよね。やっぱりその大きい人を揉んでる動画を上げると大きい人が受けに来ますね。やってもらえるんだみたいな感じで。体型近い人の方がやりやすくないですか、やっぱりこう自分と。揉む分に関しては、うん、
小さい方がやりやすい。うん、小さい方がやりやすいけど、矯正に関して言えば、体型がその身長が似通ってて、体重も似通ってて、じゃないと、あの浮いちゃう。あ、フィットしないというか。そう、ロックかけようとした時に体が浮いちゃうんですよ。だからちっちゃい人とかだと、軽い人とかだと、矯正がしっくり決まんない時がありますね。だからちっちゃくて軽い人は難しい。はあ。あとはその手が回らないほど大きいとか。そうそう、私そっちがなんか感じてたことだったので、はい、女の人がやっぱりやるの難しさって、うん、体にこう腕が足りないというか、そう大きい方が有利だろうなと思ってたんですけど、そうでもないんですね。体育差があんまりあっても浮いちゃってやりづらいんですね。そうですね、その釣り合いが取れないというか。うん、多分全体で見たら体でかい人の方が圧倒的に有利ですけど、ですよね。場面場面ではやっぱりその不利に働くこともありますよ。なるほどなるほど。ただそのやっぱりちっちゃいよりでっかい人の方が全体を通して圧倒的に有利ではあります。そうですよね、大は小を兼ねるで。だから結局その矯正のほんの少しの場面でできないかなっていう感じなだけなんで。まあでもあとあれですよね、その俺もそうだけど、うん、肘が使えないとか、その体に乗れないとか、まあ、そういう制限はありますよね。例えば身長150センチぐらいのお客さんが来て、俺がじゃあ背中乗りましょうみたいな。いやそれは危ない、無理でしょう。内臓口から出そうですもん。あと肘なんかも、そのちっちゃいお客さんだと俺の肘の幅の方が広くなっちゃって、そう狙ったところに対してね、だからそういった意味で結局指を使う時間が増えるから負担が増えるとか、まあそういったのはありますね。そうですよね。それがやっぱりその体型が似てれば肘で使える場面も増えてくるんで、楽にはなってきますね。されてる感じはあるってぐらい、そのやっぱりその届いてない感じですね。なんかこの奥にあるんだよなっていうのを思うんですけど、表面のがなかなかどかしきれないというか、その辺だから本当に感覚がバカになっちゃってて、しかも凝ってるから、ある意味簡単ではありますよね。どこ押してもらってみたいな。いい、はい、でも本人的にこう起きたっていうのがなくないですか？ない、うん、で自分としてもやっぱりそのポイントでここっていう部分が何箇所かやっぱりあるんで、そこをねガツンと押してほしいっていうのはありますね。それをまだ味わったことがないから味わってみたいなって思いながらいつも受けるわけですよ。
足とかはねやっぱりその上半身と比べると柔らかいから、その結構その響く感覚味わいやすいけど、まあ、あと今押してるようなところだともともと弱い場所じゃないですか。そうですね、だからそういうところなんかだと結構やっぱり押されてる感じは感じられますけど、こういうところからやって少し緩めていったらいいのかなって今思ったんですけど、はい、多分ここでも割と他の人よりは強いと思います、うん、今じゃあちょっとまだ弱いですか。まあ、もっと押されても大丈夫かなっていうぐらいです、ただ自分でもここはそんなに強く押さない、いや私やっぱ無理だわ強もみそんな何時間もやるとかできないっす。いやもう背中は正直無ですねえ、全然もう厳しいな、その辺なんかもう何にも感じないぐらい、ねえ、これはちょっと作業として辛すぎますね。だって俺でも辛いですもん。なんか心が辛い。体も何よりもなんかこう押してるって感覚がないからこっちもモヤモヤするんですよね。で、多分ですけど、もう自分で自分の受けられないから分かんないけど、多分俺よりも強く受けたい人が来てる。だから。やっぱりお客さんにやりながら、俺多分こんなの受けられないよって思いながらやってることがありますね。なるほどですね。ここそんなに強くやっちゃっていいのみたいな。左は全然普通に。あ、そうですか。そう、凡人なんで。いや、凡ではないですけどね。強い方ですよ、全然。でもやっぱり右と比べるとだいぶ感覚があるんで、押されててもやっぱりその満足感が違いますよね。右はやっぱりねちょっとこうもやもやしちゃうんですかね。場所によってはやっぱりそのもっと欲しいなっていうところもあるけど、右とはまあ全然違いますね。そうですね。ここはなんか人です。なんかここはなんかなんだろう、ちょっと得体の知れ人なんですけど、なんか肩じゃないなみたいな。肩だけど肩じゃないなって。自分でもどうしていいかわかんないですよ。気持ち悪くなりそうですね。気持ち悪いですね。やっぱりその。まあ、痛いとはちょっと違って気持ち悪いというか、なんか気持ち悪いと思う。だって押してて気持ち悪くなりますもん。そういうなんかすっきりしない感なんか、ね、いや、わかりますわかります、なんかこう、なんだろう、もう喉にせり上がってくるような不快感というか大変さがありますよね。わかる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 、むしゃくしゃしてくるというかね。そうそう、わかる。イライラしますね。イライラします、します。辛くなります。これを抱えてるだけで大変ですね。やっぱりだから自分で施術しながらこう、ああお客さん羨ましいなっていいな、押してもらえて、そうそうそう、すっきりしていいなってね。いや、こんなに強くやってもらっていいなって。はい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 、はい、こっちはその辺痛い痛い、すみません。強い。強い。はい。もう右と全然違いますね。違うから。もうそれぐらいでちょうどいいです。全然十分。はい、全然も十分、はい。その差の激しさもやっぱなかなかいらっしゃらないぐらいの、非常にありますね、左右差。え、それどうしてここまでこうなったんですかね。やっぱり右を多く使ってきたからじゃないですかね。こっちの方がやっぱり、もうバレーボールで右手で打つから。背中の筋肉使うんですよ。はい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 、はい。
でそれでもうスポーツしてる時から背中からも肩にかけてやっぱりきつかったですね。で終わったら終わったで今度パソコン使うようになって肩首がひどくなってきて、それで全体が固まっちゃったような。だからずっとそのスポーツしてた時も背中はもうダメでした。首もちゃんと入ってますね。左はだからちゃいます。指大丈夫ですか？ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、丹野さんの施術を受けたいと思った方は、はい、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、はい、何かお伝えすることありますか？ドームサウナ入ったんで、ぜひお願いします。はい、はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、なんかちょっとね、汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれがほぐれにくい人もいいと思います。しっかり最初に、施術前にそう温めておくと気持ちよく受けられますのでおすすめです。なかなかね、そういう設備があるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね、カイロとかもってますかね、カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから丹野さんのとこだともみほぐし、強もみの、まあ、特に強もみに特化したもみほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はいはい、3本柱なんですかね。まあそうですね、はい、ということです。 See you